着いた。じゃあ今から下関に行きましょう。ご飯だご飯だ。彼らも台湾の人たちみたい。すごい門司港のスタバ、すごい溶け込んでます。やっぱお祭りモデル。バリカタ、バリカタいラーメン、すごいおしゃれ。おお。これが関門海峡です。今からフェリーに乗ります。フェリー、フェリーターミナル。よし、大丈夫です。すみません、ありがとうございます。おー、2階もあるんだ。陸上に乗ろう。嘘。すごい。どっちから来るんだろう、わかんねえ。こう行く。でもこう行くでしょ。こう行く。うん、 U ターンする。U ターンループした。わかんない。わかんないよ。あれ、お待たせしました。U ターンしそう、するだろうね。する？分かんないか。あ、めっちゃ曲がってるよ。客層はどうなんだろう。あ、すげえ、めっちゃでかい。やばいやばい。5分10分、10分かかってないね。5分ぐらいで着いた。ちょっと、温泉探す？温泉？銭湯でもいいならありそうだけど。
よーし、着いたよ。新大陸、新大陸、九州から。イエーイ。イエーイ、着いた。下関は唐戸市場でーす。あ、本当だ。上の方でそのまま食べれるんだろうね。あ、市場の匂いだ。嬉しい。食品センター、食品センター、加工されてるのはこっちかな。どうなんだろうね。ちょっと入ってみようよ。ここら辺はでもまあ魚切ったりしてる方かな。うわー、来たよ。お刺身。あ、ウニのやつ。1500円のと2800円のがあるよ。あとはな、もうちょっと見て回る。入っちゃう。うわ、1000円で1皿。え、安くない？1000円で1皿だって。サザエ食べたいね。サザエ食べる。こっち入っていく。人がいる方へ。サザエ、サザエうまそうだな。食べる食べる、絶対食べる。あ、800円になってる。500円とかあるよ、安いやつ。ウニ、甘エビ400円だって。ベーコン、あの昨日食べたあのクジラのベーコン。刺身を左、こっち何？内山。